回ですね、坂本龍馬の家の前を、うん、土佐の漂流人純万次郎、二本目中浜万次郎が通っていったという話をいたしましたね。はい、そうですね。その姿を龍馬は見送ったという話を申し上げました。うんうん、ここでね、ちょっとね、香川旧大ということで純万次郎の話を申し上げたいと思います。はい、純万次郎という方は写真見ていただくとこういう風貌の方です。この方はね、勝尾漁に出て嵐にあって漂流してアメリカの捕鯨船に助けられたわけでございますけれど、彼はねその後ですね、まあ本人の努力をしたんでしょうね。最終的には海星学校の、東京大学の前身の海星学校の教授にもなっておりますし、博士の学位ももらっておりますしね、土佐に帰って土佐に海星館という立派なですね、まあ大学に類するものができたんでございますけれど、そこの教授として講義もしておりますしね、晩年は仏戦争といいましてね、フランスとプロシアが戦ったんですよ。プロシアにはねメッテルニヒという、まあ、鉄血宰相といわれる方がいましてね、ドイツを統一しようとしとったんだ、うん、ドイツは北の方は統一したんでございますけど、南の方がね4カ国ぐらいが統一に合意しなかった。なんとか統一しようと思ってですね、メッテルニヒが努力しているところをですね、フランスのナポレオン三世が邪魔をしたんだ。なぜ邪魔をしたかというと、フランスのライバルであるドイツが統一して強国になるとね、フランスはねやっぱりね良い立場になりますからね、なんとか阻止しようとするということで、いろいろ邪魔を入れましてね、戦争になるわけですね。その戦争をですね、日本は大山巌と言ってですね、その後日清戦争や日露戦争で大活躍する武将を派遣したんですね。そのお次の通訳としてジョン万次郎もついていったんです、うん、このプロシアとフランスの戦争は結局ですね、ドイツが勝ちましてね、うん、ナポレオン三世は暴動が起きましたね。彼はですね、まあ通用されるんだと、うん、帝位から通用されまして、まあ没落するわけです。それをですね、日本はね、1970年と言いますから、明治維新が2年前に成功した、その2年後にですね、日本はですね、ヨーロッパまでですね、戦争の感染に生かしとるわけでございますからね、うん、当時の明治政府はなかなかの、まあ、戦略感があったと言っていいと思いますけれど、そういう中浜万次郎の話をちょっとお聞きいただきたいと思いますね。香川旧大土佐の漁師万次郎の出世物語、土佐藩士分から幕臣へ。万次郎はですね、差し上げては土佐藩の支部になるんでございますけれど、土佐藩に送り返した幕府がね、うん、惜しいと思ったんです。つまり中浜万次郎の学識とそれから英語の能力ね、うん、それをですね使おうということで、土佐藩に対し中浜万次郎を引き渡せという要求をいたしましてね、中浜万次郎は幕臣になるんですよね、うんうん、それからもっと彼はね、まあある意味ね、高い地位に上っていくんですよね。その話をちょっと申し上げたいと思います。土佐の国、博多郡の中野浜の漁師万次郎は、天保12年、1841年、乗っていた漁船が嵐にあって、無人島の鳥島付近を漂流していたところ、
アメリカの捕鯨船に救助された。まあ人道的に救助したんですよね、うん、万次郎は14歳の時なんです。ああ、そうなんです、うん、船長のホイット・フィードルに愛されてハワイからアメリカの本土に渡り、船長の生誕聖地東海岸のフェアヘイブンでジョン・マンの名で3カ年の学校教育を受けた。だからね、この船長は立派なもんですよ。ポケットマネーから出して教育させたんですよね。英語、航海術、測量術を収めた。そして働いて国の資金を貯めた。つまりジョン万次郎はね、母に会いたいが一心でですね、お金を貯めて帰る準備をした。当時日本は鎖国をしていた。この時代日本人は海外に渡航することは許されず、たとえ漂流という不可抗力で渡航したとしても帰ってきた時は死刑に処せられた。やっぱさ、それはすごいです。これは幕府のね、亡くば頃まではこういうことをやっとったんだ、うんうん、そして鎖国を守るためにね、幕府は日本の船、捕鯨船、柱一本にしたんですね。柱一本ですよ。いくら大きな船でも柱一本、うんうん、ですからね、内海から外海に出てしまうと戻ることはできないんですよね。たとえ漂流という不可抗力で渡航したとしても帰ってきた時は死刑に処せられた。江戸時代は外洋航行船を作ることが許されず、マストも1本しか許されず、日本の船は客船でも商船でも漁船でもちょっとした嵐で外洋に流されるとそれでも帰ってこれない。外洋を乗り切れないように作られていた。それは徳川幕府の鎖国という愚策の必然の結果であった。うん、まあこれはちょっと前にね、三重県の白子をですね、米を積んでてた大黒屋高太夫というのはね、やっぱり嵐に出会ってね、ずっと北の方のね、アリューシャン列島まで流されましたよね。そしてロシアに保護されたわけですね。そして大黒屋高太郎はエカテリーナ皇帝に謁見して帰ってきておりますよね。つまり当時はね、漁船でも客船でもね、柱が一本ですからね、ちょっとした嵐で外海に出るともうそれで終わりなんですよね。ですから、まあ、大黒屋高太郎はロシアですけどね、中浜万次郎はアメリカでございますけど、それ以外にもね、インドネシアとかね、ビルマに行ったのがいくらもいますよ、うん、で帰ってこれずに向こうで、まあ、ある意味、和光になったりね、場合によってはね、シャムの王族になりかけた山田長政のようなものもいますけどね、鎖国政策の結果のやつ、帰ってきたらね、死刑でございますからね、行った先で生活せられませんよね、うん、豊臣秀吉の朝鮮出兵では大型の外洋渡航船を作って外征したが、江戸時代は鎖国政策で外洋を航行できる船は禁止ということになっていた、うん、ですから徳川時代まではね、徳川時代の前の豊臣秀吉などは朝鮮征伐で出て大手船を作って行っておりますよね、うん、ところが家康になりますとね、一切禁止ですね、徳川幕府の鎖国政策、それから、まあ、徳川をね、徳川家一家を守るためにね、さまざまなね、愚策をやりましたよね、うん、例えば参勤交代とかね、つまり徳川大夫が勢力を持ってですね、幕を倒すような力を持たないようにね、大名の宰相を人質として江戸に留めたわけですよね、そして大名自身は国元と江戸をですね、一転交代に行ったり来たりするということですよね。反抗したら人質に置いた
江戸在住の宰相を殺しちゃうという制度ですよね。それからちょっと力を持ちかけると御用といってですね、さまざまな不利益を貸したわけですよね。例えば薩摩にはね、江戸の中頃意味ながら木曽川の三川をですね自炊するという工事を命じましてね、薩摩から、家臣たちがやってきましてね、そしてそれこそですね乏しい食料と資金の中でね木曽三川の自炊に成功するんでございますけどね、その間ね何人かの薩摩藩士が薩摩離れた異郷の地で死んでいったんですよね。そして最後に治水がなった時にね、責任者の名前ちょっと今思い出せませんけれど、家老がねこれだけの家臣を殺し反響を使って申し訳ないと言って自殺してますよね。そういう恨みがね幕末に薩摩長州から出てね、幕府をですね倒そうという怨恨の結果ですよ。薩長戦争は恨みの結果ですよね。長州あたりはね関ヶ原の時にですね、ちょっとした息上がりからね西軍の総大将に祭り上げられましてね、実際何か具体的な威圧に対するですね行動はしなかったんですよ。それでもね西軍に立ったということで徳川家康によって、家禄が4分の1に削られちゃったんです。その恨みがねやっぱりね、幕末に幕を倒そうという動きになった。薩摩や長州の恨みがね、幕を倒す運動になったんですね。ちょっと余談に入りまして申し訳ございません。ことに戻ります。海外へ行けば不可抗力であっても海外へ行ければ帰ることは許される、もし帰ってきても死罪というのは幕府の掟であった。万次郎の帰国の2年後、ペリョの黒船の2度目の来航の時、乗船してアメリカへ密航しようとした吉田松陰は発覚して処罰されておりますね。この時はね吉田松陰はもう幕末のところはね殺すことはなくなってる、処罰ですからね、彼は、家族を取り上げられましてね、そして萩の家元に返されましてね、そこで獄に得られるんですね。獄、野山獄というね、野山獄というのはですね、いわば私分のものだけ入れるんですね。侍だけ入れます。ああそうですか。下級のものはね、野山獄とは別のですね、下級のものだけ入れる獄がある、この時はね吉田松陰とともにですね金子重介というですね住所がいた金子重介、これはね侍身分じゃありませんからね、野山獄とは違う別の獄にやられましてね、そこで過酷なね取り扱いを受けまして、金子重介が獄死してる。野山獄はね侍身分のものでございますから、病気になれば手当を受けられますし、ある程度勉強もできますね。したがって野山獄でね吉田松陰は塾を作りましてね、そうですか、監獄者に教育をしてるんですね。彼は持って生まれた教育者でしょう。吉田松陰はその後ですね、別の犯罪行為で結局は殺されるんでございますけれど、その話はまた追っていたしたいと思います。